我らの母なるダナの大地は不滅だとも言われていた。またレナは神々の住まう地、死者が憩う園だと言われていた。すべてデタラメだ。想像を絶するレナの技術、輝く甲冑に身を包んだ装甲兵、そして恐るべきズーグルの前に、ダナの繁栄は唐突にその終わりを告げた。300年前のこと、ダナの大地は5つに分けられ、レナの支配するところとなった。そして今、五稜の一つ、オルブス・カラグリアを治める火のマスターコアを持つ無情なスピード、ビエザ。岩と砂塵に覆われた不毛の大地、絶え間ない炎がなぶるカラグリア、そしてレナの兵士に苛まれながら終わりのない苦役を重ね続ける日、己の死、ただそれのみが苦しみの終わりを告げるのだ。誰もがそう信じていた。かつては自由であったことも忘れた。おお、始まりましたね。っていうことで、今日は最新作テイルズやっていきたいと思っております。そしてもし初見さんがいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。テイルズは継続的にやっていくんで、ぜひ気軽に動画を見ていただければなと思いますね。っていうことで、冒頭はムービーなので、これ黙っといた方がいいんかな。まあどうなんでしょうか。何をしている、もっと力を込めろ。しつき、鉄仮面、貴様、俺が奴隷同士傷の舐め合いか。そんな勝手が許されるとでも。集合、第三分隊集合。さっさと行け。待って。ありがとう、鉄仮面。怪我はなかったか、ココル。大丈夫だよ、鉄仮面。傷が、どこに見てもらわないと。そうか、そうだな。おっていうことで始まりましたね。さあ、毒に契約をしてもらおうということなんですけど、さあ話していきましょう。俺、鉄仮面って言うんだ。で、毒って誰だ。まあ、医者だと思うんだけど、毒っていう方を探しに行きましょう。で、星マークがついてますね。お、毒に手当てしてもらうと。おじさんだね。すまない、毒。謝
謝るくらいなら最初からするな。俺ムービーすごいな、完成度。アニメの世界やんこれ。さすがテイルズ。相変わらず何も思い出せんままか。ああたまに例の夢を見る以外は。なるほどね。顔もなければ記憶もない。おまけに痛みも感じないのにおせっかい焼きときた。すごい世界観が。難儀なやつだ。俺痛みを感じないと言っても傷はしっかり負うし骨だって折れる。ほどほどにせんと気がつかないうちにあの世行きだぞ。今日も誰かが死ぬのを見た。死体はもっとだ。奴隷の死体なぞ。ここじゃ一番ありふれとる。死ぬのはいつもダナだ。レナは見ているだけ。いつまでこんなことが続くんだ。どうして誰も立ち上がろうとしない。大声を出すんじゃない。誰にわかるものか。わしに言えるのはこの300年の間にダナ人の放棄は何度もあったが結果はお前が見ている通りだってことだけだ。さてとこれでいい。傷が開かんようしばらくはおとなしくしとけ。ドク、あんたは何もわからない俺にここでの暮らし方を教えてくれた。それは感謝している。だけど俺は。そう焦るな。少なくともお前はわしより若い。自節を待て。自分のことも世の中のこともだ。ぼちぼち今日の労働も終わる頃だ。腐ってないで風にでも当たってこい。奴隷にだってそのくらいの贅沢は許される。だが余計なことはするなよ。ただでさえ仮面の奴隷は目立つんだからな。おお、すごっ、迫力やべえ。割り当てられた寝所で休む。星マークが出てるから分かりやすいよねこれ。すごい世界観なのになぜ俺にはコアがないんだ。顔や記憶だって考えても仕方ないかって言われても困るよな。なるほどね、奴隷の物語か。まあ概要自体は知ってるんだけど、なんか思ってるよりすごいな。製品版の体験版全然違うね。うん、体験版は結構やっていたんですが。お、勝手に水場に近づくな。どういうつもりだ。わあ、見てよみんなこの世界観。いいね。え、ダメなんこれ。じゃあどこ行ったらいいのこれ。あ、ここか。なるほどね。休みますか。何度持ち主が変わったのかわからない寝床。今は俺が使っている。今日と同じ明日が待っている。眠ろう。なんか切ないな。作業場に行かないとな。貨物列車前の集合か。ってことで行きましょうか。星のマークのところだね。労働の一日が始まる。労働の一日が始まるか。とりあえずまずは働けばいいってことか。まずは働いていきましょう。おわー、やってきた。グズグズするな、奴隷ども。さっさと取り掛かれ。すごいな、手で押すんだ。手で押すってなかなかレベル高いよな。引かないんだ。大変そう。ムービー多いな。お、しかもさ、モンスターが引いてんだ。へえ。
おもろ。これ誰がやったんだ。ガナル。なんか陰謀臭いな。いたぞジルファ。一撃ってすごくね。すごい臨場感あふれるね。お、ここで運命の出会いか。こういう出会い方するんだ。あそこだ。待て。出して。え？いいから早く。僕な。手間かけさせやがって。おとなしくしてやりたいことは。うわ。もはやこれゲームじゃねえよな。マトリックスか。なり損ねた以上、貴様らはこのビエゾのために生きて死ぬ定めなのだ。わかったなら、さっさとシオンを俺の前に連れてこい。酒がまずくなるわ。ご機
斜めですな。オルブス・カラグリアスルド・エルボルゼ卿、いや、ビエゾと呼ばせているのでしたな、失敬。ガナベルとファルキリス、何用だ。何やらおわし元が騒がしいようでしたのでな。同じスルドのよしみ、何かお手伝いできることはないかと思ったまで。心にもないことを抜かしおるわ。こそこそと嗅ぎ回りおって。これはしたり、過去二度もスルドの座につきながら王に届かなかった御身だ。あるいは難中しているのではと思ったのですが。失せろ、貴様の知ったことではないわ。こたびのスルドぶりがは常にない速さで進行している。結果が出るのもそう先のことではありますまい。その時を楽しみにしておれ。今日この会話忘れまいぞ。同感ですな。では失礼。気がついた？あんた、ティルザよ。紅のカラスの医務担当。ここは私たちの隠れ家。紅のカラス？あら、聞いたことない？抵抗組織よ、ダナ人のね。光目どもに一泡吹かせるのが仕事。ダナの抵抗組織、そんなものがあったのか。あったのよね。少しは有名になってきたと思ってたんだけど。むしろ私はあなたの噂を聞いたことがあるわよ、鉄仮面さん。その仮面外れないんでしょ。外れないってどういうこと。どうやって飯食ってんだ。なぜつけているのかもわからないんだ。どうやって飯食ってんの。俺と一緒にいた女性は。ああ、ずいぶん変わった子よね。今ジルファが尋問しているはずよ、牢屋で。牢屋？どうして？どうって、気になるなら行ってみたら。どうやって目見えてんだこれ、仮面つけてんのに。隙間から？牢屋で尋問だって。何がどうなってる。いや、何がどうなってるって、いや、こっちのセリフよ。確かめないと。ちょっと触っただけでこんな雷でも打たれたみたいに。何をしてるの。すげえな。目が覚めたか。何なんだこれは。触っただけで雷。本人の意思に関係なく触れたものに激痛を与えるか。毒や精霊術とも違う。これが鋭の兵がお前を追う理由か。数日前、急にビエゾの周囲が慌ただしくなった。探ってみたところ、繰り返し茨という言葉に出くわした。そこに触れることのできないお前だ。あんたのことが何一つ分かってないわけじゃないんだぜ。シオン、アイメリス。今の名前、じゃあ彼女は。気づいてなかったのか。そうだよ、この女は名字を持っている。つまりレナってことさ。敵だよ。だけど彼女はレナの兵隊に追われてて。だから俺は。そこが俺たちも知りたいところさ。まあ、着てるものを別とすりゃ、ダナとレナの見てくれの違いなんざ目が光るかどうかくらいだしな。だろ、光り目。精霊術も使えない石付きが偉そうに。俺たちは石付きじゃない。見ろ、
お前らに埋め込まれた石はどこにある？あるものか。お前らと戦うと決めたとき、俺たちは自らえぐり取ったんだ。この傷跡にかけて、俺たちは必ずお前らレナを。レアーズ。確かに俺たちダナは精霊術を使えない。が、お前のその茨もここから逃げる役には立ちそうにないな。周りを痛がらせるだけとは、全く大した能力だぜ。違う。こんな呪いが私の能力のものか。呪い。まあいい。いずれにせよお前にビエゾが執着する何かがある。それを確かめるまでは。敵襲だ。ここも嗅ぎつけられたか。手はず通り脱出だ。急げ。彼女も撃つせ。抵抗するようなら長い棒か槍を使え。分かった。おい鉄仮面、悪いが自力でうまいこと逃げろ。あんたはどうするんだ。客を出迎える。無駄死にするなよ。ほら早く。妙な真似はするなよ。生クラ、錆びついて歯がボロボロになった長剣、ダメじゃねえか。切るというより叩きつけるようにして使うしかない。おい、ダメじゃねえかよ。ってことでやっていきましょう。兵隊が来たのか。出口に向かおう。早く脱出しないと。お、人が倒れてるね。戦える奴は武器を取れ。くそ、どうしてここがバレたんだ。俺の知らないところでずっとこんな戦いが繰り広げられていたのか。めっちゃボイスすごいな。戦闘はまだみたいですね。ダナか。おい、ここにレナ人がいたはずだ。今どこにいる。それはさっさと答えろ。お前もハントの一味なのだろうが。答えるとでも思ってるのか。なんだこれ。お、戦闘かこれ。レナの装甲兵に挑む気か。来たな、戦闘。アスセント来た。さあ、戦闘の仕方忘れたぜ。通常攻撃 R1 か。で、アーツゲージを消費して、はいはいはい、なるほどね。で、 R2 で回避か。はいはいはい、なるほどね。了解です。で、殴ってからの回避してからのジャスト回避ではないけどな。で、3回連続攻撃。あ、ダメだ、食らうねこれ。あー、ダメだ、食らってるね。うまいこと回避しながら戦わないといけない。さあ、ぶん殴っていく。いいね、面白いね。戦闘がいいアクションよ。装甲兵弱くね。レナの装甲兵相手に、はい、ってことで勝ちましたと。絶対に生き延びてみせる。いいじゃないですか。で、奥の方におりますね。で、こいつもまた戦わないといけないのこれ。あ、そっか、エンカウントしたら戦わないといけないってことか。うわ、なんか後ろから迫ってきてるよ。で、ここでもまたまた戦闘か。スルドビエゾ閣下の名のもとに拘束する。武器を捨てろ。ここまで来て。あなた、あ、何を考えてるの。装甲兵相手に。うるさい。今のうちにさっさと逃げればいいだろう。なんでいろ、どれ。我らレナの問題に首を突っ込むな。お前、二人がかりの方が確実よ。それにダナ人に借りを作る気もないわ。勝手にしろ。おお、来たか。連携、はいはいはい、なるほどね。で、殴ってからの、殴ってからの
対比してからの殴ってからのってか RPG だか RPG ではないよなこれ。よいしょ、なんだなんだなんだ、何してくんのこれ。あ、なんかしてこようとしてる、めんどくせえこれ。うわー、痛っ、痛いこれ、やめてくれー。あんな攻撃もあるんだ、いやさっきまでとちょっと違うな。普通になんかアクション要素すごいね。あ、今のがジャスト回避か多分。で、殴って殴ってこいつも殴っていく。オッケー、いいね。結構むずいね、これ。慣れるまでが時間かかりそうですね。戦闘やってた方がいいな。私を助けたの。ダナ人がレナ人を憎む理由はあっても助ける理由はないはずよ。俺だってレナは嫌いだ。ただ他の連中ほどじゃないってだけだ。何？以前にどこかで会ったことはないか。あいにくダナ人に知り合いはいないわ。そうか、だよな。俺は自分の過去を覚えていないんだ。顔もこのありさまで何の手がかりもない。それで私が何か知っていると思ったわけ？顔もわからないのに。ああそうだよ、だからあんたを助けたのもただの俺の都合さ。それにどうせ俺は傷の痛みも感じないしな。痛み？あなた痛みを感じないの？ああ、痛みも顔も記憶もない。自分が奴隷だってこと以外俺には何もないんだ。名前は？それもわからないの？鉄仮面、俺を拾ってくれた人がそう名付けたんだ。へえ。本当の名前があるってことを忘れないようにって。そう。こんな設定あるんだ。今度はどこに行く気だ？外よ。そのために戦ったばかりじゃない。お、っていうことで気を引き締めていくわよ。これで脱出すればいいってことか。わかりました。さあ走ってこうぜ。生き延びたようだな。逃げたと聞いて待っていたが、鉄仮面と一緒とはな。お互いまだ装甲兵に捕まるわけにはいかん身だ。ついてくるなら手間が省ける。あんたの仲間は？この先にいる。俺たちも行くぞ。アニメやん。ムービー多くね？動くな、反逆者ども。隠れが一つ襲うのにこれだけの戦力を差し向けるとは。裏切り者を捕らえろ。他は皆殺しだ。自分に埋め込んでいたのか。もういい、あれを奪い返せば殺しても構わん。突撃！
おお、戻ってきた。大丈夫か？その手。痛みを感じない体で助かった。痛みどういうこと？おい、そうなのか。動かないで。え？やばすぎやろこれは。これが私の精霊術よ。おお、万能。使い手をも焼く炎の剣と、それを癒す治癒の術。痛みを感じない男と触れると痛い女か。ありがとう、シオン。さてと、敵の残党が体勢を立て直す前にさっさと突破するか。鉄仮面、お前も来るか。もちろんだ。ここまで来て一人帰るなんてありえない。私を解放する気はなさそうね。気の毒だがな、一緒に来てもらう。なら一つ言っておくわ、あの炎の剣は私が許さない限り使えないわよ。それには及ばん。あの一撃を逃れた奴はそう多くなさそうだからな。あの炎の剣の力、鋭に匹敵するかも。いえ、もしかしたらそれ以上の。本当に大丈夫なのか？何の話？傷だ。敵の攻撃がまともに当たっただろう。それにあの炎。当たったのはマスターコアのところだから何ともないわ。炎も熱くはなかった。多分精霊力が形をなす過程だったから。それを言うなら、あなたは本当に痛みがないのね。信じてなかったのか。そういうわけじゃないわ。手に大やけどを負って平然としているのを見て改めて実感したというだけ。皮肉なものね。触れたもの全てに痛みをもたらす私が、同じ痛みをもたらす剣を使うことができないなんて。自分も痛みを感じなければって思うのか。気づかないうちに指が燃え落ちるかもしれないんだぞ。だから何？いいこと。私には力が必要なの。今まで見てきた中で、あの炎の剣より強力なものなんてなかった。目的が果たせれば自分がどうなってもいいっていうのか。知ったような口聞かないで。俺には分からない。そんな自分で自分を捨て駒扱いみたいにするなんて、奴隷が強いられてきたことを望んでするなんて。お、シオンが仲間になりました。ジルファと共に行動することになりました。シオンの戦い方としては銃ですね。で、オート操作の場合は飛んでいる敵、精霊術を使う敵、 HP の少ない敵を優先的にターゲットします。はい、なるほどね。キュアポイント CP か。 AG に加えてキュアポイントを消費しますと。なるほどね。回復とか補助効果のある術技、術技か、術技は AG に加えてキュアポイント消費するということね。了解でござる。っていうことで、これでどうしたらいいんでござるか。お、進んだね。レナの装甲兵か。なんか魔法みたいなの使ってきたよね。ちょっとあれが気になるな、個人的に。で、渓谷にやってきました。うわ、すごい燃えてる。何これ、またおっかないな。おっかねえよ。何があったこれ。いやー、ひでえなー。うおー、すーごいこれ。あ、何これ。お、始まった。ようやく本編。これ長くね、プロローグ。長くねえか。いや別にいいんだけどさ。あれはグラニード城、このカラグリアを支配するスルド、ビエザの居城よ。こんな位置から見たのは初めてだ。あの城、
そしてあそこにそびえる炎の門、あれこそがまさしく俺たちの打ち壊すべき壁だ。あれがある限り俺たちに自由はない。自由、行くぞ。お、っていうことでまたまた始まりました。ではあちらの方行きましょうか。あー、これ戦いか、戦闘だね。一回戦った方がいいのかな、どうなんすかね。戦った方が、一回戦うか。わざとエンカウントしましょう。で、これでどうしたらいいの。戦闘中のメニューが操作キャラクターの操作モードを、お、なるほどね、真ん中のボタンで切り替えることができると。なるほどなるほどなるほど。バトル中の操作モード変更か。ただバトル中にはやらないよな、おそらく。で、殴って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 、いた。え、結構食らう、結構食らう。痛い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 。え、結構体力あるな。多分レベリング次第で後半きつくなるから、真面目に戦った方が良さそうではありますよね、これ。あとちょいで、殴って殴って回避、殴って殴って回避の方がいいな、これ。で、殴って回避、オッケー、いいね。いやー、戦闘は積極的にやってた方がいいわ、これ。避けられる敵は避けていけ。全部を相手にしていたらキリがないな。なるほどね、わかりました。避けていけって言われた、まあ、とりあえず避けていくか。あー、けどどうなんだろう。でも結局後半詰めそうになるから戦った方がいい気がするけどね。てか最初からレベルなんて高いよな。ここ俺はまだいけるぞ。お前はそうかもしれんがな、幸い追っての気配もない。休めるときに休むのも生き残る秘訣だ。わかった。お、なんだ。おお、野営か。来ました。本来は交代で見張りを立てる。え、戦った方が良かったんじゃねえの、野営的にだったら。今の心配するな。ダウンロードコンテンツあんのか。炎を見つめたことはなかった。なんていうか、マスターコアか。なるほど、スルドの兵隊が躍起になって追いかけるわけだ。それが彼女の胸の宝石の名前なのか。そうか、お前は記憶がないんだったな。知る機会もなかったか。お前は俺たちダナが日々何のために働かされているか考えたことはあるか。そう言われると、資源を採掘するためだろうとしか。本当に資源だけが目的なら、レナの技術でもっと効率よくやれるはずだ。わざわざ人力に頼るんじゃなくな。いいか、連中が本当に求めているのは資源なんかじゃない、精霊力だ。物や生命に宿る精霊力をあらゆる形で絞り取る。それがこの300年間レナ人がダナで続けてきたことだ。そう、物質からは機械で、ダナ人からはコアを通じて、そして集めた精霊力は修霊機を経由してマスターコアに蓄えられる。ダナ、何のためにそんなことをするんだ。精霊術を使うためにそこまでする必要があるのか。王を選ぶためよ。王って、レナの王様ってことか。そう、5人のスルドがあらゆる手を使ってマスターコアに精霊力を集める。そして期限までに一番たくさんの力を集めた者が次の王となり、レナ本国に君臨する。
それが数年おきに繰り返されるレナの鋭ぶりか。要するに俺たちダナ人はレナの王様選びのための生贄で、マスターコアはスルドが力を溜め込むための器というわけだ。冗談じゃない。じゃあ俺たちはそんなことのために死んでいくのか。落ち着け。頭に来てるのは別にお前だけじゃない。前置きが長くなったが、俺が聞きたいのは別のことだ。レナ人のお前がなぜマスターコアを盗んだ。それとあの炎の剣は何だ。あの剣はマスターコアの精霊力が実体化したものね。どうして剣の形を取ったのかは私にもわからない。本当よ。あの剣を使うにはお前の許しがいると聞いた気がするが。私はマスターコアの活動をある程度抑えることができる。精霊力の供給がなければ剣は権限できない。そういう意味よ。それでお前の狙いは何だ。スルドでもないのに王になろうってのか。全てのスルドを倒すこと。まさかレナ人の口からそんな言葉を聞くとはな。いいだろう。どの道俺たちは戦い続けるしかない。あの炎の剣があればいくらか勝機も見えてくるってもんだ。ただしお前たち二人が揃えばの話だ。いいわ、あなたたちが私に協力するというなら。俺は正直まだ混乱してる。だがまた奴隷に戻るくらいなら戦う。決まりだ。スルドどもを倒すために俺たちは協力する。とはいえまずはビエゾからだ。いいな。長いな。ウルベザクに別の隠れ家がある。お、同志たちとはそこで落ち合う手はずだ。なるほどね。たちも向かうぞ。すごい壮大なテーマだな。っていうことで先進んでいきましょうか。長いなストーリー。これ何。おい、コンゲット収穫してこうぜ。食い物か。助かるな。落ちてるもの取ってくて結構すごいよな。でできるだけアイテム系は取っていきたいですね。うわーすごい。これ何、お金、アップルグミ。こんなもん落ちてんの。誰が落としたんや。てか置いたんだ。今の私たちでは厳しいわ。なるほどね。ああいう系は避けていった方がいいってことか。ウルベザクが近い。キノコゲットしてく。あれは避けていかないといけないので。なんか正面にいるな。これ戦わないといけないんだろうな。これ多分、いや戦っていった方がいいよな。やっぱ後々のことを考えたら。でぶん殴ってぶん殴って回避してぶん殴って、でしっかりと殴っていくと。あーこれなんか耐久そんなしなくていいかもしんないな。ゴリ押しでいけるかもしんないね。脳死でいけるかも。連打ゲ、よいしょ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 。さあ殴って殴って殴っていく。なんかもうちょっとあれだな、旋回速度速くしてもいいかもな。ちょっとぬめるね動きが。まあちょうどいいぐらいか。
で、次の地点に着きました。で、ここ行きましょうか。これ何で、ズーグルっていうのが、まあ、モンスターの名前ですね。まあ、モンスターというか総称か、まあ、総称ですね。おお、ウルベゼク、ウルベゼクか。はい、なんか町にやってきましたね。着いたぞ、ウルベゼクだ。ウルベゼク、やってきました。レナの装甲兵の姿が見当たらないな。俺たちに比べてレナ人は頭数が少ないからな。こういう寝起きするだけの場所は巡回はしても常駐はしない。ここに次の隠れ家があるんだな。そういうことだ。お膝元に俺たちがいると知ったら連中も驚くだろうよ。他に誰もたどり着いてないなんてことになってなければいいけど。ジェニファー、奇遇だったようだな。行くぞ。お、さあ、ってことで、またまたか。なんか、ムービーがすごく多いよね、このゲーム。で、またまた、星のところに行けばいいってことか。で、右上に地図があるんですよね。で、この地図を見ながら移動していきましょう。で、またまたムービーが始まるというね。がくたばるわけないって。はいはい。それで、お、戻ってきたよ。これからどうするの。切り札が手に入った。敵は混乱している。この機に乗じて一気に頭を取る。そう、いよいよビエゾに挑むってわけね。そうだ、失敗はできん。ここ一番乗るかそるかだ。上等じゃねえか。みんなこの日が来るのをずっと待ってたんだ。俺は作戦を詰める。その間は、そうだな、二人ともその格好を何とかしておけ。あなたの体格ならちょうどいいのがあるわ。ちょっと待ってて。ぴったり。お、まだ仮面つけてんだ。悪いんだけど、レナ人の服は置いてないの。ダナの服でよければ提供できるけど、その気はなさそうね。そんなこだわることなのか。ダナとレナってそんなこだわることなのか。何か勘違いしてるようだけど、私がここにいるのは利害が一致したからよ。レナ人であることをやめた覚えはないわ。まあ、誇りあるんだね。そうだ、ネアズにも聞いてみたら。彼、私たちの中じゃ一番の情報通だし、もしかしたら当てがあるかもしれないわよ。お、ってことで、どうなるこれは。群衆の群生か、群生の戦闘機ね。ジローが離脱しました。あら、あららら。らってことで、これはどうしたらいいんでしょうか。みんな寝てるね。あ、こんな感じで進むんだ。あ、上に登ることできる。あ、待って待って待って。で、星マークが出てますね。ですので、ちょっと一旦これ外出ないといけないな。で、外出まして、こちら側か。こんにちは、ネアズ。相談が。ああ、くそ、まるで人手が足りない。で、なんだ相談、それ急ぐのか。いや、そこまでじゃないが。だったら先にこっちを助けてくれないか。やることが山積みなんだ。何をすればいいんだ。何でもだ。誰も奴隷のことなんざ気にかけちゃくれないからな。俺たちのことは俺たちで面倒見なきゃならんのさ。詳しいことはあそこにいる奴に直接聞いてくれ。頼んだぜ。
お、またロードが入った。結構小刻みで入っていきますね。で、またまた結構小刻みで入ってくるな。なあ、あ、ここはボイスがないんだね。で、光目ってなんだこれ。釣れは光目なんだろ。信用できるのか。あー、なるほどね。光目っていうのか。彼女は敵じゃない。ジルファも認めてる。ジルファが言うなら大丈夫なんだろうが。わかった。俺はダイロン。ダイロン。なるほどね。この宿場の管理人してる。へえ。なんか比較的若いけど、なかなかやるやん。なるほど、なるほど。あ、結構マシな代物って言ってるね。ってことはベッドとかあるのかな。へえ、すごいな。で、戦いに備えてしっかりと休息を取るために、用意されてる施設っていうことか。はいはいはい。なるほど、なるほど。じゃあめっちゃ重要やん。で、二運びか。はいはいはい。で、仲間が、ジオーネ廃坑道っていうところがあるんだけど、そこの隠れ家に資材を回収しに行ってると。ジオーネ廃坑道、レナ兵に踏み込まれたのに大丈夫なのか。さっき俺たちが行ってたところって多分そこだよな。で、みんなで命がけで蓄えた貴重な物資だからな。少しでも取り戻しておく必要があるんだ。なるほど、なるほど。ってことでリベンジマッチってことか。分かった。じゃあ戻らないといけないってこと？それと必要なら宿場を使ってくれて構わん。泊まるだけならただだ。おお。ってことで、フィールドだと野営しないといけないけど、ただ町にやってきたら無料でここに泊まることができるってことか。で、サブクエスト。はいはいはい。これはメインストーリーと関係あるの？紅のカラスがこんなに活動してたなんて知らなかった。ずいぶんと嬉しそうね。そりゃそうさ。黙ってるやつばかりじゃないって分かったんだ。なるほどね。ってことで、やらないといけないわけだけど、ダイロンのいないと、で、サンディネス渓谷で、あいつと合流しないといけないってことか。っていうことですので、ダイロンの依頼なんだけど、これっていうのは、多分ここから見ることできるのかな。で、装備、作戦。作戦はバランスよく戦えて OK で、ビジュアルは、あ、なるほどね。ここで変えることできるんだ。で、確か早期特典があった気がしますね。それで見た目変えることもできるんじゃねえかな。はいはいはい。なるほど、なるほど。で、はいはいはい。わかりました、わかりました。で、ここで技変えることができるってことか。なるほどね。で、ライブラリはライブラリと。で、システムはシステムで、OK と。で、俺ちょっとダメージ食らってるから、回復しないといけないよね。で、もう一回話しましょうか。あ、さっきに合流しないといけないのか。なるほどね。で、依頼の内容に関しては、どこで確認するんだろう、これ。まあ、とりあえず一旦ここ入りましょうか。で、入って回復したい。あ、宿泊できる。お、いいね。そうね。っていうことで、OK ですと。で、セーブに関しては、オートセーブだった記憶がありますが、これ勝手にセーブしてくれるって認識でいいんかな。お、雑貨屋。ライフボトル。おい、お金ねえじゃねえか。あれ？けどさ、さっきモンスター戦ったからお金あるんじゃねえの？ないのか？まあいいんだけどさ。まあいいや。ってことで一旦出ましょうか。で、無料で泊まることができました。で、体力フルなので、渓谷に向かいましょうかね、これ。で、次回は渓谷ですと。なるほど、なるほど。わかりました。で、渓谷なんですけども、渓谷には、これどうやって行ったらいいんだっけ？方向感覚わかんねえな。あ、こっちだね。で、こちらにやってきました。すごいな。っていうことで、一旦終わりましょうか。そうだな。で、オートセーブされてますね、左上。っていうことで、長かった。お疲れ様でした。また次回やっていきましょうか。いやー、これ、クリアまでにどんぐらい時間かかるんだろう、わかんないけど。っていうことで、一旦終わります。最後に、チャンネル登録をよろしくお願いします。おそらくね、
テイルズをやっていく方であればチャンネル登録しておいては損はないと思うので、ぜひ気軽によろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。じゃあね。